消えるヒッチハイカーは、アメリカ合衆国の都市伝説の一つ、または階段の類型の一つ。ヒッチハイクで自動車に乗った客が、実は幽霊で乗車中に姿を消すというもの。幻のヒッチハイカーとも言う。自動車で道を行く運転手が、途中でヒッチハイク客を乗せる。その乗客が目的地だという家にたどり着くと、乗客はいつの間にか車内から消えている。 不思議に思った運転手がその家を訪ねると、ヒッチハイク客は確かにその家の住人だが、数年前に亡くなっていたというのが大筋である。自動車にまつわる階段では古典的なものであり、1930年代から交渉で多く語り継がれている。話によっては、舞台となる地域、ヒッチハイクをする理由、その行き先など、様々なバリエーションがある。 ヒッチハイクをした日はちょうどその死者の誕生日だった。運転手は、プロムに向かう途中で女性のヒッチハイク客を車に乗せ、一緒にダンスを楽しんだ、などの不可要素がつくこともある。アーチャーアベニューシカゴの心霊スポットとして知られる、アーチャーアベニューでも、若い女性の幽霊がヒッチハイクしている姿を、見たという運転手が多く、その女性を車に乗せたものの気がつくと消えていたと語る、ものもおり、 いつしかその例は、リザレクション・メアリーと名付けられている。シカゴには墓地などの心霊スポット各所を回る観光バス会社、シカゴ・スーパーナチュラル・ツアーズがあり、そこでも、アーチャー・アベニューの例は、目玉とされている。アメリカ国内ではよく知られている階段であり、テレビドラマや歌の題材にもなっている。これら大衆文化に用いられたもので、最も有名とされるものは、 アメリカの歌手であるリッキー・リーの曲、奇妙な出来事が起こるであり、この作中では、主人公はダンス会場で出会った少女とキトにつき、途中でセーターを彼女に貸すが、実は少女はすでに死んでおり、その墓でセーターが発見されるという物語が展開されている。テレビドラマの事例としては、とワイライトゾーンが挙げられる。1981年には、 アメリカの民族学者のジャンハロルド・ブルンバンが本件を含む多数の交渉を表した書籍ザバニシング・ヒッチハイカーを刊行し都市伝説という言葉が世間に広まるきっかけとなるとともにその後の民族研究にも大きな影響を与えたカナダ、ヨーロッパ、韓国などにも類話がありアメリカにはヨーロッパからの移民によって広められたとの説もある ドイツの都市伝説研究家であるヘルムート・フィッシャーによれば、同国では、類話がすでに19世紀から存在しており、当時は馬車に乗せた客が消える話だったという。別説では18世紀のイギリスで、同じく馬車の階段として生まれ、それがアメリカに伝えられたとも言う。新約聖書の使と原稿録には、福音宣教者のフィリッポが二輪車の車上から姿を消す、記述があり、 これを類話とする指摘もある。メキシコでは、精霊が、ハワイでは、人間女性に姿を変えた女神ペレが車に乗ってくる、話があり、ハワイではこのために、女性ヒッチハイク客は必ず車に乗せるという、迷信がある。日本では、タクシーの乗客が、実は幽霊だった、という具合に、ヒッチハイクではなく、タクシーにまつわる階段として語られていることが多く、 交渉のみならず、新聞記事や雑誌記事にも多く掲載されており、青山の墓地までの台で落語の出し物にもなっている。日本のタクシーの車内にマスコット人形が飾られているのは幽霊の客を乗せないための魔除けとする説もある。多くは夕方から夜にかけての話であり、乗客は女性が圧倒的に多い。話の舞台は前日の落語の出し物の台が、 示すように、青山霊園で幽霊の客を乗せた、青山霊園付近で車内から客が消えたなど、東京都では、青山霊園が話の舞台となることが多く、週刊誌でもよく取り上げられている。他に、乗り物が、バス、自転車、オートバイの場合もあり、自動車普及以前は、人力車にまつわる階談として語られていたこともある。さらにそれ以前には、カゴの話として語られており、 江戸時代の階段集、諸国百物語でも、籠の客が幽霊だったという類話がある。日本に古くからある、この階段が、ヒッチハイク文化の根付いているアメリカに伝わり、都市伝説、消えるヒッチハイカーとして定着したとの説もある。なお自動車での例については、日本の心理学者である中村丸明が、運転中に単調な風景の連続により運転手の注意力が低下して、 催眠状態に近い状態となって幻覚を模様す現象、ハイウェイヒップノーシスを原因の一つだと指摘している。ありがとうございます。